は、はなです。今日は玉ねぎと豚肉とじゃじゃん、このお豆腐を使って肉豆腐を作っていこうと思います。クッキングスタート。こんな感じで玉ねぎはこれぐらいの大きさに切って、で、お豆腐今回半分だけ使います。まずはごま油を軽く、肉を広げておきます。白滝とかがあったわけだけど、そまあ、今日はまず五目豆よ。この紅白のマスが私は大好きなの。ごぼう、レンコンのサラダ。ずっと残った冷凍の枝豆も入ってます。というわけで今日のご飯は肉豆腐とご飯とお漬物、あとは豚汁と副菜は五目豆、紅白なます、レンコンとごぼうのマヨサラダです。おいしそう。いただきます。今日はナスの照り焼きを作ることにします。そしてちょっと豚汁だけ温めときます。先にお話しする前に、そう、お肉をね食べようと思ったんやけど、なんかちょっと胃もたれしてんのかな、なんかあんまり今日お肉が昨日ちょっと夜遅かったからかな。ナスはこんな感じで切って、格子柄をこんな感じで斜めに切って味が染み込みやすくします。じゃあもうこれに軽く、ほんと軽くていいけど、片栗粉を、特にこの表面はまぶして、でこれを油で焼いていきます。ナスビだけやったら栄養がやっぱり足りないのが気になるので、豆腐と卵で茶碗蒸しっぽいのを作ろうと思います。豆腐は半分余ってるんやけど、味噌汁にもまた使いたいからこれぐらいかな。で、この豆腐は、まあ、潰します。こう入れます。で混ぜます。もうちょっと量、小さじ半分ぐらい、めんつゆ、まあだし、何でもいいを入れて、ふわっとラップして、多分500ワットかな、低めで2分1分半ぐらいかチンしてみます。黒豆がね、今日も食べたくて
一日中ずっとお弁当に入れてもいいけど、お箸で食べにくいから綺麗に帰ってきてから食べようと思ってた。ナマスメインのナスビさん、わー美味しそう。すごい、やっぱり片栗粉をちょっとまぶしてあげたことによってものすごくソースが染みている。お肉はこの豚汁を飲みます。下でなくなるぐらいか、今回すごい。はい、というわけで今日のご飯は完成です。皆さんこんばんは、ひなです。今日も作っていきますか。豚肉にこうやって片栗粉をまぶすことによってちょっとソースが絡みやすくなってボリュームが出るの。だからお子さんのお弁当とかさ、旦那さんのお弁当とか、まあ何でもいいんやけど、男性の方とかやったらどうしてもボリュームが必要とかさになってくると思うんやけど、そういう時にちょっと片栗粉とかをお肉にまぶしてあげると気持ちボリューム感がソースがしっかり絡んでくれることによって増している気になるかもしれません。すごい分厚いお肉とかチキンでやっても全然美味しいです。そしたらソースつけだれを作っていきます。まずはお酢が大さじ2で、醤油大さじ1と砂糖小さじ1で、そこにさっきのお肉と玉ねぎを入れます。しっかり混ぜます。こちらのメインを乗せます。と豚汁は今日で終わり、下からはチューになります。というわけで今日のご飯は豚肉の南蛮漬けと、お味噌汁は豚汁とご飯と、副菜は根菜サラダと五目豆とナマスになります。いただきます。これでもう一晩仕事行ってる間は置いておいて、帰ってきてもう一回温めて食べる感じにします。はい、というわけで皆さんこんばんは、はなです。今日は大根でサラダを作るのと、この今日の朝作っといたシチューがあるので、シチューを食べて豚肉です。メインは豚肉がね、あとほんの少し余ってるんやけど、大根のサラダが食べたくてですね、
まあちょっとだけ。これでチンします。と、こちら梅干しをちょっと切り刻んで。で、このように切って、ポン酢とマヨをちょぴっとかけるだけ。カツオがあれば美味しいかな。全部いけちゃう。じゃあこれを和えて、和えるだけで終了。きのこがたっぷり。そしてお野菜もたっぷり入った中でこれで完成です。今日のご飯はもう簡単でこれで終わりです。次は切っていきます。さあこんばんは、ハンナです。今日はちょっともう疲れたなと思い、せいろでお野菜とお肉を蒸して食べることにします。これは私が横浜で買ったセールなんやけど、ここにクッキングシートを入れてお野菜とか全部入れて、でお鍋の上にポンと置いてっていう感じです。ナスと大根と人参にしようかなと思って、まず、ね、人参を可愛くしたいの。だから人参を切ります。人参はすぐに火が通るように、わとね、こんなことやらなくていいっちゃいいんだけど、一人のご飯をテンション高くしたい。お肉を入れて、よいしょ、かわいらしく切ったら、油が沸騰してるのでここに置きます。では、タレを作っていきます。まずは醤油大さじ1とお酢、では大さじ1くらいかな、とごま油少しと、こちら豆板醤。豆板醤は結構多めに入れてもと、すりごま、うん、美味しい。というわけで今日はお野菜と豚のせいろ蒸しと、具がたっぷり入ったお豆腐とわかめのお味噌汁、ごまくまみとほうれん草のごまあえでした。というわけでいただきます。今週もご視聴していただきありがとうございました。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。